SCP-2051-JP、湖の花嫁。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-2051-JP 出現を防止するためラクルイコの周辺を封鎖した上で、監視所に警備員が3名配置され民間人のラクルイコへの接近を防止します。出現した SCP-2051-JP と接触することは可能な限り避けてください。説明、SCP-2051-JP はホニャララ県ラクルイコに出現するクラス A 霊的実体です。クラス A 霊的実体は知力と干渉力を有する霊的実体です。外見は概ね人女性のものですが、出現の度に容姿が異なり現在まで同一の容姿をした個体は確認されていません。SCP-2051-JP が出現するには一定の条件が必要であると推測されていますが、それらを詳細に記述した文書はどのような形式でも不明な人女性の微笑みと認識される画像または絵画に改変されるため本報告書には記されません。SCP-2051-JP 出現から消失までの過程も同様であり、目撃した職員の記憶も上記と類似した改変を受けます。唯一の例外は SCP-2051-JP が水没した瞬間であり、この時の記録のみ保存可能です。以下は SCP-2051-JP 出現後にラクルイコ周辺で発見された物品です。所有者不明の自動車、出現事例ごとに車種は異なり、内部の物品は全て不明な人女性の微笑みの写真または絵画です。所有者不明の携帯、全てのデータが不明な人女性の微笑みの画像で埋め尽くされている点を除き異常性はありません。桟橋の先端に置かれている一足の靴、全ての事例で靴は整えられた状態で置かれています。ほい、ラクルイコは2000何とか年まで女性が頻繁に行方不明となることで財団の注意を引いていましたが、調査の結果以上存在の関与が見られないことからそれ以上の興味を引くことはありませんでした。財団が SCP-2051-JP を発見して以降男性の行方不明件数が増加傾向にあることは留意すべきです。